因縁、縁が、因果規律ってこう言ってる、仏教で言ってる言葉があるけど、病気っていうのはの、人間の肉眼で見えるか？病気っていうのは人間の肉眼で見えないはずや。顕微鏡を使っても見えないのが病気っていうこと。根本的な病気はね、病気にかかるっていうことは、顕微鏡を見て、あ、これが病原やっていう病気は全て治るっていうこと。がんがんがんって今盛んにがんっていうことが病気の中で言われているけど、あれは顕微鏡で見えるに、何を見てるんかというと、顕微鏡の中で病原を見ているんやけど、その病原の心を見ているかっていう。病原の心を見ればこの病気も消滅するっていうことで、その病原の心は何かっていう。病気すら冷静で成り立ってるんや。だからこの病原の菌の冷静の心を潰せばいいっていうこと。理論は。だから、それは何かっていうと、光、すなわち、自分の正しい心と、常に、正しい心と、音を自分が身につけるっていうこと。捨て去っていくっていうこと。だから、病気そのものも、自分がお友達やと、お友達やと思ったときには、病気すら自分が受け止めることができるっていうこと。受け止めるっていうことは、それを苦を苦と思わないっていうことで。すなわち苦と苦を思わなかったら、びくつくことがないんや。自分自身に。そうすれば、病原の菌の心まで見ることができるって言って。その心を自分の強い光によって、それを消すっていうことで。病気の因果規律はこのようにできているってことで。だから、病気すら、さっきの三崎さんの話でねえけど、免疫。みんなに苦を悟らすために、苦を悟っていかなければ、苦の中からは何も生まれないっていうことや。ただ漠然といるだけでは、これは善でも悪でもないんよ。感情のない人間と全く同じっていうことや。善は善の強い感情、悪は悪の強い感情、これを持つことによって仕分けができ、本当に創造神のそばへ行って共に生活することができるっていうこと。創造神は何かしと、創造神は悪でも善でもないんよ。中道に入った時にはすべて善であるってこと。創造神は悪でも善でもないんよ。中道って言うんじゃなくて、どう言ったらいいんかの、中間の人間っていうかね、創造神は。全然悪でもないんよ。ただ、大きい光を作って、善って仮定した人にだけ、大きい力を、大きい光を、つまり音、心をかけているだけに過ぎないってことで。それによって、創造神っていうのは、すべて、宇宙の中を全部仕切っている人へ。その中、いかに大きいかっていうことで。ただ、漠然と中間の人間、中間の霊性がたくさんできたところで、その上まで来るときには光に耐えられなく潰れてまうということで、つまり本当に強い善の人なの精神が太くなってきてこそ、初めてそのそばに寄れることができるんだ。大きく。そのときには全て光や。音と心のみが生き延びるっていうことで。さあ、じゃあそれが善であるってことで。悪は音か心が欠けているってことで。すなわち、中道は創造神のそばに寄れるのは何を求めるかっていうと、心の三原則と音のみを求めるものであるっていうことで。それで全てが成り立つってことで。病気すらそれで消滅することができる。因果っていうことがあるやろ。因果あって、結果があるって。これはちょっとみんなややこの、
言い出したでいいけど、ややこしかもしれないけど、因、かって書くの。因があって、何か原因があってから結果が生まれるっていうことの。万物も何か原因があったから、今のこのような人間の姿が出てきたということになる。ということは、この姿が消えるっていうことで、最後には。因のみが生きられるっていうことで。結果でなくて、今は結果を表そうとしているに。善と悪の、心の結果を表そうとしているだけであって、すべては、最後には、因。因果の、因のみになるっていうことで。因は素晴らしく大きい。元であるっていうこと。すべて元になって、戻っていくっていうことで。これが因果律っていう。その中に、釈迦仏教の中に説いているかの。